どうも、しゅんです。こんにちは。今回は、これから栽培制度を受けようと思っている人、もしくは今から就活を始めようと思っている人におすすめの動画です。今回はですね、栽培エージェントの内定者のお三方に来ていただきました。今日はよろしくお願いします。お願いします。長崎大学の大学院に通ってます陣脇光栄と申します。前回の面接動画みたいなところでバチバチにちょっと緊張しちゃったんで、今日はちょっとフランクな感じで撮れればなと思ってます。関西学院大学社会学部4年の伊藤真理です。人事の部署で内定者バイトをさせていただいています。順天堂大学4年宮中翼です。ザクバラに皆さんに対して提供できるものをたくさん提供したいなと思っています。よろしくお願いします。今回は就活生が聞きたいことをちょっと集めてきまして、こちらのボックスに入れました。このボックス僕引くので質問させていただいて、本音で答えていただけたなっていうふうに思ってます。グループディスカッションで意識したことはありますか？自分がグループディスカッションで意識したこと2つかなというふうに思ってて、1個目が始まる前の雰囲気作りみたいなところめっちゃ意識してて、例えば人事側に近い席を取るみたいなポジション取りを絶対してて、で学生が来たらその人ととりあえず話しまくって、始まる前にどんだけこう自分も分かってもらえるとか相手のことを知るみたいなことは絶対意識してやってました。でもう1個が相手の話を聞いた時にリアクション1個でもそうだし、シンプルにこいつ嫌そうだなみたいなのは印象付けてやろうかなっていう。私はすっごいうなずいてました。でニコニコしておく、人として素敵な人に思ってもらえるように聞く態度めちゃくちゃ重要ってよく聞いたりするんですけど、話す時とか発言する時とかに気をつけたことがあってありますか？私の場合はサイバーエージェントに本当に行きたいっていう人間だったので、正しい日本語を使うことを意識するよりも自分のことを伝えられる言葉を使うとか、話しやすい言葉を使うっていうのはなるほど。自分はグループディスカッションは自分が評価されたいとかそういった気持ちよりもチームで勝ちに行くみたいなところを最後まで頑張ってたっていう感じです。皆さんが就活に成功した理由は何ですか？もっと言うとサイバーに何で受かったと思うか伺ってもいいですか？もともと自分は全然優秀じゃないと思ってるので、できる人の力をどんだけ巻き込めるかみたいなところを重視して動いてたので、その巻き込み力と成長意欲っていうところを見ていただけたんかなというのは思ってます。具体的にどういう風に人を巻き込んだとかってありますか？インターンでもうとにかくメンターの社員の担当の方に、ここが分からないのでこれどう議論進めたらいいですかっていう質問を聞きに行くとか、その人のスキルを反映するように頑張ってました。反骨心みたいなところかなと思ってて、長崎大学からサイバー多分正直初めてで、地方から東京に頑張っていこうみたいな反骨心みたいなところは一個変わられたのかな。自分めちゃくちゃ就活で失敗してきたタイプの人間ではあるんですね。なので失敗した理由っていうところをしっかり潰していったみたいなところは着々と進んだプロセスなのかなって思っているのと、自分の成長過程っていうのを見ていただいてたのが内定いただけた理由なのかなと思っております。面接の時とか、はい、こういうところをアピールできたから良かったとか、自己紹介に命かけてて私伝えなければ自己紹介していただいてもいいですか？はい、どうも宮中と申します。自分なんですけれどもね、晴れ男というところで小中高ずっと文化祭とか体育祭とか雨降ったことないなっていうところで晴れ男って言わせてもらってるんですけど、ぜひ今日の面接も晴れでお願いしますとか言ってました。大丈夫です。サイバーエージェントのここがすごいいいところを教えてください。夢を応援してあげるんか。サイバーでそういう青臭いことを言うのをもう当たり前だし、むしろ行って尊重していこうよっていう文化すごくあって、そこが初めてサイバーの社員さんと会ってびっくりしたし、同期とかと話しててもう当たり前にそういう会話日常的にね一緒に飲みに行っていつもこういう話ばっかりしてもらえなっていうのここが本当にズバ抜けてすごい感じたなって今。私が思うサイバーエージェントの方がすごいは、明るい方と物静かな方とかいらっしゃるけど、その方々が融合して全員で仲いいっていうところと、どんな性格の人でも結局多様性として良しとされてるところ、本当陽キャの人ばっかいるんだろうなって思ってたんだよね。いい意味でっぽくない人とか結構いるし、そういう人が活躍してたりもしますしね。翼くんとか意外とサイバーっぽくないじゃないですか。居心地の悪さみたいな感じないですか？全然感じないなと思ってて、むしろここがすごい要素の一つだと思うんですけど、コミュニケーションで悩むことないんだろうなっていう、そう、社内で働いてみて思ったギャップなんですけど、めちゃくちゃ謙虚というか、すごいレイヤーが高い人でも挫折してそうな顔してるんですよ。朝出勤して日々できないにぶち当たれる環境っていうのがすごいなと思っております。新卒2年目から例えば YouTube の責任者になったりとか成長できる環境っていうのはあるかもしれないですね。顔採用はどれぐらいありますか？サイバーよく行くけど、やっぱ綺麗な人多いよ。かっこいい人も多いし、働いてみて服装とかでめちゃくちゃ注意されることが多くて、毛玉めっちゃ多くない服って、
何週間も同じ靴履いてんなお前みたいなことを言われて、顔採用とかどうこうじゃなくて、多分自分の身の回りとかに注意を払えない人って本当に仕事できないって見なされてしまうんだなっていう風に感じたのが大きいかなと。なるほどね。顔採用は自分の顔見ればしてないなっていう風に分かるんじゃないかなと。確かに。はい。サイバー以外に受けてた会社とか、どういう企業分受けるか。株式会社パラドックスさんっていう、そこは結構最後まで迷いました。どういうところで迷ったんですか。そこも広告代理の会社なんですけど、とにかく職人みたいな大人が多くて、かつ思考力が高い面白さを求めてるっていう。そこと迷って、なんでサイバーに決めたんですか。作り出したいものが、マス向けだったのが、私がやりたいことがそっちだったので、サイバーに決めた。なるほど。自分はですね、楽天さんとかソフトバンクさん、その IT の業界シェアが高いところとかも出てましたし、あとミドルベンチャー群とかもすごい魅力的かなと思ってて、赤月さんとか、ね、確かにね、スピーさん、あとミクシーさんとか、はいはいはい、そこら辺の何か一発当てなきゃっていう支持を求めていく感じがすごい好きで、ちょっと似てるもんね。自分タイミーだなって思って、サイバーじゃなくてタイミーたんじゃないかなぐらい思ってる感じ。学歴が高くなくても受かりますか。いやもう当然です。それも何のために何をしてたかとかしっかり自分の言葉で喋れれば、例えば4年間飲んで遊んでただけですぐらいの人だと別にそれは厳しいと思うけど、そこにいた理由とかしっかり自分で話せるのであれば全然本当にどうでもいいよね。人事でバイトしててすごい思うけど、一次選考とかの段階で受けてる人たちの学歴映し出されるけど、全然学校知らんとこやから弾くとかは一回も見たことないし、学歴って一定数みんなが頑張るラインで、頑張ったから持ってるものだと思うんですよね、うん、その段階で自分は夢を追ってしまった、うん、スポーツトレーニングやりたくて専門性のある大学に行ったので、そこで頑張ってないって見なされるのは違うなと思って違う土俵で戦ったんですけれども、学歴が高いっていう人も純粋にリスペクトをくれるなっていうふうに思ってます、うんうん、方向性が違うけど頑張った経験があれば同じ土俵で戦えたりとか、うん、全然マイナスにならないっていうことですね。サイバーエージェント、ここを直してほしいっていうところはありますか。世間一般にあの会社はチャラついてるとか、道玄坂は緑の会社とか、そういった印象を持たれてしまってはいると思っていて、変えられる部分ではないんですけど、変えてほしいなと思ってます。実際に働いてみて気づいた、こういう思考性がある人が向いてるとかってあったら教えてほしいです。言われたことをすぐ行動に転換できる人、上長に言われたことを次の日からすぐ取り入れるとか、具現化する力とかはある人向いてるんかなって。なるほどね。情報をアップデートしていかないと追いついていけないというか、もう負けていっちゃうって思ってるから、うん、そこのミーハーであり続けるみたいなところは大事かな、うん、確かに。自分は勝つまでやり続けられるかとか、そういったところなのかななんて思ってて、チャンスは多い会社なのかなって思ってます、うん、そのチャンスを掴むために成果を出さなきゃいけないなって思うんですけど、うん、その成果が出るまでやり続けたりとか、成果が出なくても次のチャンスに向かって成果を追うっていう、勝つまでやるっていう精神がすごいかっこいいなって思ってます。確かにね、うん、最後までやりきる力がある人が多い印象も僕もあります。就活生にメッセージというか、これはやった方がいいよみたいなところを最後に一言ずつ皆さんにいただけたらなと思います。自分がやってきてよかったなと思うことで言うと、もう本当行動あるのみだなって思ってて、例えば自分だったらベンチャー企業の社長に会わせてくださいみたいなことをバーって言って、何人か社長に会わせてもらって、最後は1、2年、3年目とかの各世代3人とも全員させてくださいみたいなことも言ってやらせてもらったし、その行動面みたいなところかな。ありがとうございます。私はとことん何に向いてるのかとか、そういうところにマジで時間かけて向き合った方がいいと思います。いろんな会社気になってて、ほんまにここが自分に向いてるのかなとか、皆さん不安になる時あると思うんですけど、悩んでても仕方ないので、とにかく気になるとこ全部受けてみるとか、じゃあ時間かけて自分と向き合ってみようとか、私は毎日日記書いて自分が何を思ってるのかとか、どんな風になっていきたいのかみたいなところを言語化とにかくしてたりしてたんですけど、時間をかけて後悔ないように就活の時期を過ごしてもらえると良いのではないかなと思います。就職活動でやっておいた方が良かったなって思うことが自分の中で見てありまして、まず1点目が自己分析とかクレディスとかをしゅんくんのチャンネルなのでやってる前提でもうお話ししちゃうんですけれども、その今までの自分の努力の過程とか自分がやってきた就職活動っていうことに誇りとか自信を持った方がいいのかなって思ってます。前提こんなに頑張ることって人生そんなないなって思ってて、
そこに対して悲観的にまた評価されなかったっていうマイナスな感情を持ち続けてしまうと体も心もきつくなってくると思うので、自分はそこに対して楽しめてたなっていうのがすごいやっててよかったなって思うことです。2点目はやらないっていう選択肢を持つことかなって思ってて、自分ビジョンとかが本当に決まんなくて、やれない自分を認めてあげるっていうのがすごい大事なのかなって思ってます。就活応援してます。ありがとうございます。本日は長い間ありがとうございました。嬉しかったです本当に、はい。2点ですね、はい、宣伝があるんですけども、まず1点目が個人の活動になるんですけども、まあ、友人と一緒にクラウドファンディングに向けて活動をやっていますと。商品としては、自宅で簡単に森林浴を楽しめるバスウッドの提供を考えています。この商品の販売をする背景としては、とある林業家さんとのご縁があって、日本の衰退する林業に対して、まあ、自分たちが何か社会貢献できないかというところで、まあ、こういった活動を今やっています。自分も九州から上京してきて、都会で生きていく中で生きづらさとか、まあ、こう疲れてしまう時ってあると思うんですけど、なんとなく人間って本能的に自然の中でこう癒されたりとか、非日常っていうのを日常の中に簡単に取り入れるよっていうところで、自分たちは今回バスウッドという商品の開発をしているので、皆さんご気になる方はリンクの方からちょっと見ていただけると嬉しいです。ぜひぜひお願いいたします。2点目が22卒の就活生向けにイベントの方を開催します。登壇者は自分といとまり。日付が1月の22日金曜日の19時から20時半で開催を行います。株式会社ネクストビートさんが主催で、自分ら2人をこう内定者としてこう登壇をする形になります。イベントの内容としては、ベンチャー企業内定者によるぶっちゃけ座談会、なぜ大手を選ばずベンチャーを志すのかというイベント名で、ベンチャー企業にまつわることはもちろんですし、サイバーエージェントとかネクストビートに関する情報をたくさんお話ししていこうと思うので、こちらの方もリンクの方からちょっとご参加いただければ嬉しいです。サイバーエージェントに行きたい方、もしくはこれから就職活動を頑張っている方も少しでも参考になったらなっていうふうに思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。